諸君には死後の世界に持っていきたいものはあるかな。紀元前246年、中国大陸西部に位置する秦の国。この国の第31代君主として玉座に就いたのが、当時13歳の少年、衛星だった。そう、この少年こそ、史上初めて中華全土の統一を果たした秦の始皇帝だ。衛星は王位について間もなく、自身が死後に入る巨大な墓の建設に着手した。今では世界文化遺産として知られる始皇帝陵だ。始皇帝陵は40年もの歳月をかけて作られ、総面積は24万9000平方メートル。東京ドームが50個以上入る広さを誇る。そんな始皇帝陵を象徴する存在といえば、兵馬俑だろう。兵馬俑は一見すると粘土で作った人形に過ぎない。しかし、実はこんな説が囁かれているんだ。兵馬俑はただの人形ではない。その材料は、人間。ミッドナイトムーン。プレゼンテッドバイアルコミトリマドモアゼウ、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっつお、言うの闇人形のヤミルですわ。私実はクリエイティブな一面がありますの。ちょうど今も剣の髪の毛を入れた人間を作っていますのよ。それは何か呪いの儀式に使うものじゃないのかい。はい。さて、こういう話するのは世界遺産の一つでもある兵馬俑について。兵馬俑が作られたのは今から2000年以上も前だ。だが実は20世紀までその存在は知られていなかったんだぞ。言うの兵馬俑の謎。遡ること50年前の1974年3月、その日、中国、陝西省西安市近くの村で農家の男が井戸を掘っていた。男がひたすら桑を地面に突き立てていると、なんだべ、なんか硬いものに当たったような。注意深く土を払いのけると、埋まっていたのは精巧に作られた人形の頭部であることが分かった。何日かして農家の男から連絡を受けた考古学者たちが現場を訪れ調査を始める。すると村の地下には無数の等身大サイズの人形が埋められていることが分かった。何よりも考古学者たちを驚かせたのは、人形はどれも本物の人間と見間違うほど精巧に作られていたことだ。髪型や顔の骨格はもちろん、服のシワやヒゲまで作り込まれていた。そう、これらの人形が兵馬俑だ。すごいですわ。おでこの真ん中の大きなニキビから、ほくろから吐いた縮れ毛まで再現されてましたわよ。ほくろ毛は見えなかったけどね。さて、ほくろ毛の有無はどうでもいいとして、ここからは兵馬俑について少し解説していこう。兵馬俑には実に多くの種類があった。代表的なのは一般歩兵をかたどった兵士俑、他にも戦車を指揮している御車俑、それらを束ねている将軍俑などがある。さらには戦場で彼らを楽しませる役割を担う芸人をかたどった雑技俑というものまであった。しかもこれらの兵馬俑は一つ一つ顔が異なるというから驚きだ。こうした多種多様な兵馬俑を発見した考古学者たちはあることに気づく。この兵馬俑たちは一つの軍をそのまま再現しているに違いない。確かに兵馬俑たちは当時の軍隊と全く同じ構成だった。兵士こそ人形であるものの、本物の刀剣を携え戦車まで配置され、人形の馬も添えられていた。だが兵馬俑の軍隊には一つだけ、それも重要なものが欠けていた。それは最高指揮官。不思議なことに、軍隊の最高指揮官がいるべき位置にだけ兵馬俑は配置されていなかったんだ。バラは一番大切なものを作り忘れてしまうなんて、とんだおっちょこちょいですわね。確かにただのおっちょこちょいだという可能性も否定はできないね。だが最高指揮官の位置に配置される兵馬俑のモデルは決まっていたはずなんだぞ。兵馬俑たちを指揮するのは何者なのか、その答えは兵馬俑が埋まっている場所が教えてくれた。実は兵馬俑が出土した村はただの村ではない。なんと墓の一部。ただし墓といっても我々がよく知るタイプの墓ではない。墓は総面積24万9000平方メートルを超える超巨大なもの。そして墓の主として埋葬されているのは秦の始皇帝。そのことから兵馬俑は始皇帝が作らせたものであり、最高指揮官の位置には始皇帝の兵馬俑が入る予定だったのではないかと言われているんだ。始皇帝恐るべしですわ。ところでなんだけど、兵馬俑の俑って何ですの？ナイス質問だね、ヤミリ君。実は兵馬俑の俑とは、死者と一緒に埋葬するための人形といった意味だ。じゃあ自分が死んだ後のために兵馬俑を作らせていましたのね。私が皇帝だったら、人形を作らせるよりもあんなことやこんなことを命じて生きてる時間をエンジョイしますのに。何を命じるつもりなのかな。だけどね、始皇帝にはあんなことやこんなことよりも兵馬俑を優先させたい理由があったんだぞ。言うの兵馬俑の使命。
古代の中国では遺体と一緒に埋葬したものはあの世に持っていけると考えられていた。だから多くの人は食べ物や衣服、愛用していた楽器などと一緒に埋葬してもらっていたんだ。これに倣い、始皇帝はありったけの財産を墓に詰め込もうとした。まずは地下に巨大な宮殿を建設し、その中には自身の領土を表す地図を作った。そして水銀の川を流し、天井には宝石を散りばめて夜空を再現したという。つまり始皇帝は自身の王国をそのままあの世に持っていこうとしたわけだ。すごいですわね。この理論でいくと、私もお墓に地球儀を入れたら世界征服できてしまうということですの。そうかもしれないね。さて、始皇帝があの世に持っていこうとしたものは他にもあるんだぞ。古代中国の権力者たちは亡くなると持ち物に加えて、あるものを墓に入れてもらいたかった。それは親しい人たち。彼らは信頼している配下や侍女たちをあの世に連れて行こうと考えたんだ。これはいわゆる殉死という習わしだ。殉死とは主君や夫などの死を追って臣下や妻が死ぬことを意味する。そうして殉死させた上で葬ることを殉葬という。殉死者が自らの意思で侍子を選ぶ場合もあれば、第三者から強制的に殉死させられる場合もあったようだ。また殉死には聖人運と殺人運の2種類がある。聖人運とは人間を生きたまま埋葬する方法のこと。殺人運は殺してから埋葬する方法だ。スタンダードなのは殺人運で、中には殺した後に頭や手足を切り落としてから埋葬することもあったという。だがこのあまりに残酷な風習は次第に廃止されていき、始皇帝が王位についた頃には人形で代用するのが一般的になっていた。だから始皇帝も時代の流れに合わせて死体を使わず人形で代用したのではないかと言われているんだ。関係のない人まで殺して埋めるなんてかわいそうすぎますもの。始皇帝が常識のあるお方でよかったですわ。でも人形をあの世に持って行って意味があるのかしら。ちょっと不思議な話だよね。ごっついおっさんの人形を抱き枕にして寝るわけもないし。そうだよね。そこで巷ではこんな恐ろしい噂がささやかれ始めたんだ。墓の中に巨大な宮殿を作らせていたことからも、始皇帝があの世の存在を信じていた可能性は高い。だがもしも本当に死後の世界を信じていたなら、焼き物などではなく本物の人間を殉葬させるのではないだろうか。生前の始皇帝には残酷な逸話が多い。代表的なのが焚書工事だ。焚書は書物を燃やすこと、工事は儒家を生き埋めにすることを表す。始皇帝は自らの統治に都合の悪い書物を焼き払い、自らに批判的な学者を生き埋めにしていた。そんな残酷な男が気の毒だからとか他人の評価を気にして殉葬を遠慮したとは考えにくいだろう。では始皇帝にとって兵馬俑とは一体何なのか。この疑問に対してある不気味な説が語られている。それは兵馬俑が活人俑ではないかという説だ。生きる人のよう、字を見てなんとなく予想がついたミッドナイトもいるんじゃないかな。おい、なるほど。私も何を言いたいのか分かってきましたわよ。隠しても仕方ないから思い切って言っちゃおう。実は兵馬俑は材料に人間が使われたという説があるんだぞ。兵馬俑の闇。活人俑とは生身の人間を材料に使う俑を指している。ではその世にも恐ろしい作り方を見ていこう。まずは人間の死体を用意して薄い布でぐるぐる巻きにしていく。ミイラのようなイメージだろうね。次に死体に粘土を塗り釜に入れて焼き上げる。すると中に人間が入った陶器の人形ができるんだ。この作り方だと実物よりもやや大きな像ができてしまうように思うかもしれない。しかし実際には焼く過程で縮むため、最終的には等身大に近いサイズになるようだ。兵馬俑はこれまで見つかっているだけでも8000体以上、さらに発掘が進めばその数はまだまだ増えると考えられている。それじゃあ8000人の死体を使っているってことですの。なんて下道ですの。見損ないましたわ。毛をむしらないでヤミリ君。あくまでこれは複数ある説のうちに過ぎない。実はこの説を真っ向から否定する意見もあるんだ。兵馬俑は一つ一つ顔が違うのが特徴だ。この特徴も死体を使っている説を唱える人たちの根拠となっている。だが死体を使わなくても高クオリティの人形を作ることが可能だったとしたらどうだろうか。それを可能にしたと言われているのはヨーロッパ人の存在。実は中国北部の遺跡からヨーロッパ人のものと思われる骨が見つかっているんだ。その事実から一部の研究者は兵馬俑はギリシャなどの彫刻を参考にしているのではと見ている。またヨーロッパの芸術に詳しい人物が兵馬俑の製造を指揮していた可能性も挙げられているんだ。とはいえいくらすごい彫刻家が指揮していたとしても、高クオリティの兵馬俑を8000体以上も作るとなると簡単な話ではない。だが恐怖の力が働いていたとするならば別だろう。兵馬俑をよーく観察すると一つ一つに作り手を示す刻印が刻まれている。刻印はクオリティが低い兵馬俑を作った職人を見分け罰するためだったかもしれない。とすると職人たちは 120% の力で、それこそ死に物狂いで兵馬俑を作ったはずだ。超絶
鉄怖い都市伝説風味のある活人溶接も捨てがたいけど、ヨーロッパ人が作った説は根拠もしっかりしているし、本当臭いですわね。何を信じるかはミッドナイト諸君次第だぞと言って終わりたいところだけど、実は始皇帝の墓からは他にも恐ろしい異物が見つかっているんだぞ。ということで、未来から来たミリ様が予言しちゃおう。この後の話を聞いたら活人溶接の信憑性がマシマシになるでしょう。謎のバラバラ死体。始皇帝の墓に眠っているのは彼と兵馬俑だけではない。実は墓の周辺からはバラバラになった遺体の骨が見つかっているんだ。中には頭蓋骨に矢尻が刺さったままのものもあったようだ。さらに始皇帝が埋葬されていると推測されているあたりを学者たちが調査していた時のこと。墓の中に墓地があるのか。なんと100個ほどの墓が並ぶ場所を見つけた。学者は早速中を調べてみることに。するとそこにもバラバラにされた遺体と遺品と思われる装飾品が散らばっていたんだ。バラバラ死体まみれですわ。でも一体誰のものなのかしら。その答えは始皇帝の死後に遡る。始皇帝が死去してすぐのこと、彼の息子たちによる跡目争いが勃発した。そこで悪名を馳せたのが始皇帝の末っ子胡亥だ。胡亥はまず始皇帝が跡目に指名した長男扶桑を暗殺、そうして皇帝の座を奪うと、次は残された16人の兄弟たちも摩擦した。だが胡亥の暴走は止まらない。彼が次に目をつけたのは始皇帝の側室たち。もし今後息子が生まれたら自分の地位を脅かすかもしれないと考えたんだ。こうして哀れにも殺されてしまった側室たちの末路が墓の中にあったバラバラ死体だと考えられている。世界的な観光地になっている始皇帝の墓にはこんな恐ろしい歴史が隠されていたんだ。しかし今回紹介したのはそのほんの一部に過ぎないかもしれない。というのも始皇帝の墓の中心部分、宮殿が埋まっているとされる丘はこれまで調査されたことがないんだ。これは損傷を与えずに発掘する技術が確立されていないからだという。今後兵馬俑に人間が使われていたことを証明する何かが出てくる可能性もゼロではないだろう。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君無理せずでいいんだぞ。してよ。おい落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。